はい、皆さんお椅子ザクサンスカイのアタックです。今回も、ハイニューガンダムの試練となります。今回の3試合ですが、まあ、自分もハイニューですが相方もハイニューというシャッフルでよく見る光景とはなっています。というわけで、3試合ハイニューハイニューといった試合となっています。というわけで、まあ、ハイニュー、まあ、皆さんもお察しの通りなんですけど、ハイニューハイニューなりますと、まあ、大抵の、3000もそうなんですけど、3000、まあ、それなりって言っちゃう感じですが、2-0 がほぼほぼ、やられるパターンがあります。なので、マジで、ハイニューハイニューの場合って、片方が、減るんじゃなくて、もう片方が減ってると、もう何にもかもできないって言った感じとなっています。さあ、強振始まりましたが、メイン横様当てて、さあ、カラミティが、まだ減ってないって感じですが、まあ、何が怖いって、このハイパーランチャーが、強振中4発飛んでくるっていう、とんでもない状態ですね。さあ、取っていって、またハイパーランチャーぶち込んでいく感じですが、まだ、こっからですね。さあ、相方の方が減ってるって感じですね。まあ、正直な話言うと、半覚醒するともう、ほとんど止められないといった感じになってますが、さあ、相方覚醒して、さあ、強振の暴力が始まる。さあ、さらにハイパーランチャー、クロスで取っていく。さあ、バリアンスサーフェイズかなり減ってるって感じですが、さあ、カラミティ覚醒して、まあ、こっちが要進していきますが、突角には負ける。しかし、また突角されて、さあ、こっから取っていきますが、うまく、相方に取ってもらって、いきますが、さあ、こっからなぜかカラミティが、ハイパーランチャーぶち込まれて、いう感じですが、さあ、逃げていって、まあ、本当に強振中のその、逃げ性能が、上がった関係もあるんで、簡単に逃げるっていう感じですね。というか、修正前でもかなり逃げれる、機動力だったんですけど、今回のでかなり逃げるって感じですね。さあ、シューティングの暴力が両方飛んでくる。さあ、セルフカットしながら、あれですね。さあ、ハイパーランチャーぶち込んでいきますが、さあ、当たらない。しかし、強振の暴力始まって、さあ、まだまだ続いていく。さあ、強振がまだ始まって、本当にこれひどいよな。さあ、サーブ一発当てていって、さあ、シューティングバーストしていきますが、ミドルロックで当たった、チャージショット、なぜか当たっていってしまっ、当たって、バリアントサーフェイス落ちて終了といった感じです。というわけで、続いての試合に行きましょう。さあ、続いての試合が、相手が、甘つみなトラバという、格闘技2体といった感じですね。とりあえず、まあ、ハイニュー、波の機体が、逃げれないといった感じになってますね。強振、まあ、S 角中の強振、波の2号でも、逃げれないのがちょっと問題っていう感じですね。まあ、中堅の、ところで行くと、フラマガンダムだったりとか、いますが、まあ、そっちの機体がもう逃げれない。そんな感じでやばいといった感じになってますが。さあ、メイン当てて、さあ、取っていって、さあ、こっから、横とく後ろ発生ですね。ハンマーコンボ実は、まあ、黒部で、なんと、まあ、今までブーカク、エクバ2の時はブーカクだけだったんですけど、黒部になってから、なんとついてる、つくようになりました。N 角、横角、前角はついてませんが、あと、突角、各種突角から、後ろ派生ができるようになりました。そういうのもあるので、結構火力は出せるようになりました。さあ、プレッシャー、当ててますが、さあ、さらに取られていって、まあ、っていう感じですか、さあ、危ねえって感じで、うまく、さあ、カットしていく感じですね。ヒットストップで、逃げていく感じですね。さあ、横サブ当てて、トラバが、一気に減っていく感じですか。さあ、横得、横得、刺して、さあ、ハンマーコンボは、当たらない感じですね。
さあ、しかし、ランサーダント刺さって、まあ、甘つみんなに突っ込んできますが、横角、下角とですね、下角とのアンカーで飛ばされて、そのまま落ちきってって感じですが、さあ、ちょっと相方がやばいって感じですが、横サバ当てて、さあ、さらにトラバがもう落ちる。さあ、横角刺して、さあ、下角とか、下角とから、横角からの射撃発生。さあ、甘つ突っ込んできますが、まあ、暴力が始まると、さあ、トラバーが覚醒していっていきますが、火柱で飛んでいって、さあ、この重厚補正、ハイパーランチャー実は後ろ、上まで結構と、重厚補正、いい、良くなっていて、結構、高飛び来ます。さあ、そんな感じですね。というわけで、続いての試合に行きましょう。さあ、続いての試合が、ライフリーライフリーですね。で、排入排入という、いう試合ですね。まあ、ライフリー、に関していくと、ライフリーは、まあ、自分もちょっと使ってみてはいるんですけど、まあ、こういった組み合わせだとライフリー結構きついっちゃきついですね。まあ、近距離で攻めないと、ライフリーきついっていうのもありますが、基本排入って、どちらか中距離と近距離、中遠距離保ちながらっていう感じなんで、ライフリーにとってはかなり、きつい部類ですね。なので、まあ、ゴリ押していくような感じですね。さあ、強振溜まってきたんで、まあ、ここで強振打つって感じですね。さあ、横とからのサーブ打って、さあ、プレッシャー打ちつつですが、さあ、打ち込んで、チャージショットは当たらない。しかし、横サーブあるっていう。本当にこれやばいよな。さあ、直射ぶち抜いて、さあ、まだいますが、まあ、逃げつつですね。ね。さあ、横サブ逃げて、さあ、チャンちょっとまで当てられましたが、まあ、安いっちゃ感じついて、さあ、さあ、試合に、横角、チャンちょっと。さあ、プレッシャー。さあ、前角は当たらない。しかし、横角、さあ、N 角、しかし、出し切らない。さあ、逃がさねえぞとする、ハイパーランチャーが待っている。本当にこれやべえな。さあ、相手攻めてきてますが、横角に差し込んで、うまくいった感じですね。さあ、相方危ねえって感じですが、さあ、横角からの下発生突角、あ、突角からの突角発生。しかし、フル覚醒溜まっている。なので、暴力が始まりますね。横角、メイン。さあ、逃がさねえぞと、プレッシャー打って、さらにメイン。さあ、当たらない。さあ、相方はずんだしてますが、暴力から逃げられない。といった感じです。というわけで、今回の、動画以上となります。チャンネル登録と高評価のもよろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。